LGBT 法案、反対多数にかかわらず部会長一任で可決、自民党炎上の件ですが、常年司チャンネルに和田政宗議員が出演して解説しておられました。LGBT 法案、一任されていない、最後まで反対の声を上げていた自民党和田政宗議員登場、民主主義の根幹を揺るがす部会軽視と内政干渉に抗議する。LGBT 理解増進法案の件で、自民党の部会がですね、反対多数であるにもかかわらず、強引に執行部一任を取り付けて、この法案をね、成立に向けて動き出すということなんですが、法案の中身云々の前にですね、手続き的にこんなありなんですかっていうことをね、ぜひお聞きしたかったんですけど、どうなんですか？基本的にもう手続き的にはありえないことですよね。自民党史上、おそらく始まって以来のことだというふうに思います。というのは、部会において、部会長一任というのは、議論を尽くした上で、全会一致が原則ですし、全会一致がどうしてもできない時には、多数決というような形になるわけですよね。これは過去の事例ですと、最後まで反対の人が、例えば少数であった場合には、退出をして、その一任の場には加わらないということで、全会ということもやってきたりしたんですけれども。なるほどね。今回はですね、15人が反対で、10人が賛成で、3人が中間的な意見だったんですね。この中間的な意見もですね、反対に近いようなものなので、18対10というふうにカウントしている方もいらっしゃいますけれども、厳密に見積もっても15対10で反対が多いのに、このような部会長一任ということはありえませんので、最終的に私たちもだということを最後まで言い続けた中で、反対多数の中で一任ということはありえないので、これはもうこんなことやってましたら、執行部が決めることに対して、我々有権者、支持者の意見を受けてですね、反対をしたとしても、そんなのは関係ないということに、これ先例になっちゃいますので、自民党の党内民主主義が崩壊するという形ですよね。これ今回 LGBT が話題出したけれど、増税でも同じことできちゃうわけですよね。これが通っちゃうと。その通りです。これ恐ろしいことですよね。ですので自民党の支持者の意見なんか聞かないと、自民党がもう足元から壊れていく、これはあれなんじゃないですかね。いわゆる初っ端になるんじゃないですかね、とのことでした。このやり方は民主主義ではなく共産主義と言われても仕方ないんじゃないでしょうか。部会長の独裁が許されるのであれば、減税、憲法改正なども部会長になりさえすれば実現できることになります。部会長ポスト取るイコール法律作り放題はおかしいと思うけどなぁと思ったら、まだ一任ではないとのことです。法律になっちゃうんですかね。このままいくとどうなんですか。わからないですけれども、自公で提出するように報道ベースですけれども言われてますけれども、これ一任というふうな報道になってますけど、党内手続き上これ一任になってませんので、この部会の役員とか国民委員会の役員が一任というふうに言ってるだけですから。なるほど。いわゆる一任の手続きとしてはもう不成立だから、これ一任ではないんですね。一任ではないです。ただ彼らは一任だというふうに彼らの側の立場の方は主張してますけれどもね。なるほど。じゃあこれはちょっと政調の方でやっぱりしっかり揉んでもらってですね、いやこれ一任じゃないけどみたいなところからやっぱちゃんとやらないと、手続き的にねおかしくなっちゃいますからね。これね、政調でそこまで言ってくれる人がいるかですね。政策審議会、その後総務会ですけれども、とのことでした。一任になってないけど報道では一任と記載されたということなのでしょうか。政策審議会から総務会で良識派が立ち上がるかにかかっているようです。小野田議員も連投ツイートされていましたが、最後の締めのツイートをご紹介します。部会で反対多数にもかかわらず強硬的に部会長一任が取り付けられたというありえない現状の中、党内審査の流れとしては部会を通過した後は総務会にかかります。この総務会は一人でも反対がいれば通りませんが、総務会を通れば党議拘束がかかり、法案に反対することは許されなくなります。自民党議員なら誰でも参加できる日程の都合で参加不可能なことはありますが、部会と違って総務会はごくごく一部の選ばれた議員しか出席できません。総務会に参加できる議員の方々に思いを託すことしかできませんが、総務会の方々に賢明な判断をしていただきますよう強く願います、とのことです。自民党の総務会は小野田議員によれば一人でも反対がいれば通らないようですが、自民の良心を見せてほしいものです。健康君は良心がないくせに人には求めるよね。
また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。